ラッセロサウルスは、アメリカ合衆国テキサス州ダラスに分布するカリニアニシリスウルガリゾーンから産出した約9200万年前の絶滅したモササウルスカハチュウ類の属。タイプ種はラッセロサウルスコヘニ。保存状態の良いホロタイプ標本の頭骨からは、プリオプラテカルプス赤に近い特徴が見受けられるが、祖先形質も数多く確認されており、 系統解析の結果、ティロサウルス赤とプリオプラテカルプス赤が枝分かりする以前の基盤的な分類群に位置づけられる。ティロサウルス赤とプリオプラテカルプス赤の共通祖先と、そのすべての子孫を含む分類群として、ラッセロサウルス類が提唱されている。ホロタイプ標本は、モササウルス科の進化史を紐解く重要な標本として知られる。ラッセロサウルスの頭骨化石は、 ダラス古生物協会のマーク後編が1992年に北部中央テキサスの中部中ロニアン海下部で発見した。標本はカンプランチ石灰岩の15センチメートル上に堆積したアルカディアパーク欠岩から得られ、ダラス地域の他の産地ではカンプランチ石灰岩層からも断片化石が産出した。なお頭部は大部分の要素が揃っている一方、頭骨から 後方の部位の骨格は一切残っていない。俗名は、モササウルスカハチュウ類の形態と、体型並びに古生物学へ貢献する古生物学者、デール・ラッセル。主相名は、ホロタイプ標本を発見、贈与したマーク後編への件名である。頭骨全体は小型で華奢。前頭骨は細く、長さと幅の比率は8、5である。 上顎骨歯と歯骨歯は共に16本である。前上顎骨の後方は広く鈍く、背側から見ると前上顎骨と上顎骨の方向線は斜めに走る。外翼上骨はキャシャで、長方形に近く小さな目立つ、翼上骨突起と細長い杖状の方骨突起から構成される。前頭骨の王上の始まりは、外尾根により形成される。 元後頭骨の底に位置する薄い中央の角壁で、穴は分断されて、頭蓋底動脈の入り口となり、元後頭骨の腹側表面には、多数の小さな穴が後方に位置して、動脈の出口をなす。元長頸骨の浴場突起は下方へ極端に伸びる。五眼火前頭突起は華奢な構造である。消化線の穴は、頭頂の三角形の平坦部の中央に位置する。 上高頭骨と頭頂骨のつながる軟骨部はゆり頭頂炎の中央には、背腹側に V 字型のくぼみが存在する。頭頂部の平坦部が三角形であることや、頭蓋底動脈が元後頭骨の底に侵入すること、五眼下前頭突起の速報に大きな穴が開いていることなどから、ラッセロサウルスは、プリオプラケカルプス赤と近縁であることが示唆されている。 一方で、頭蓋底の動脈が二つの小さな穴を通って侵入することや、元ご頭骨から腹側へ出ることといった特徴は、派生的なプリオプラテカルプス赤とは異なる特徴である。さらに、前頭骨が狭い、歯の本数が多い、歯子が海洋生活に適応しきっていないプレジオペダルであることなど、基盤的モササウルス科に見られる特徴も多い。2005年に行われた、 系統解析では3つの系統順が作成され、そのうち系統が不安定であったのは、クリラステスの基盤的な種のみであった。ラッセロサウルスコヘニと、ヤグアラサウルスコロンビアヌス及びテティサウルスの副菜は、どの解析結果においてもティロサウルス赤と、プリオプラテカルプス赤を含む分類群の姉妹群に位置付けられ、これは1997年に、ベルガ144の形質と41の 分類群で行った系統解析結果を指示している。また、ラッセロサウルス類とプリオプラテカルプス赤、ティロサウルス赤を合わせた分類群は、トリエステのアイニアロサウルス類とハリサウルスを合わせた分類群と姉妹群の関係にあった。また、両群にハーシアサウルスを加えた分類群は、モササウルス赤と姉妹群関係にあり、 彼らとモササウルス赤が枝分かれする前に、アイディアロサウルスカが枝分かれしていた。これにより、クリダステス型の祖先が、モササウルス赤へ、プラテカルプス型の祖先が、ティロサウルス赤とプリオプラテカルプス赤の系統へ、つながったと考えられる。なお最も禁煙とされるヤグアラサウルスコロンビアヌスは、ラッセロサウルスよりも3割ほど大型であるが、 ラッセロサウルスコヘニのホロタイプ標本は生体のものであるらしく、ラッセロサウルスがヤグアラサウルスの容体である可能性もあった。記載論文では、ヤグアラサウルスの方が上肩骨葉、葉骨葉もにラッセロサウルスのものより本数が少ないこと、全上肩骨がヤグアラサウルスよりもラッセロサウルスで、鈍い形状をなすこと、ヤグアラサウルスの消化線の穴が平坦部のより、 後方に位置することなどから、ラッセロサウルスコヘニが、ヤグアラサウルスコロンビアヌスとは別属別種であることが、示されている。日本では、南メソジスト大学の所蔵する、レプリカ標本が、北海道遊仏軍向川町の保別博物館との、レプリカ交換で来日し、2016年に、開催された特別展であるモササウルス展で、国内初公開される運びとなった。 ありがとうございます。